青コーナーよりジオブライト入場。さあ、驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。赤コーナーよりアイアムプロレスラー真田信久入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。頑張れー、いけよー。ニュールール、15分一本勝負を行います。青コーナー、192cm、 160kg、 ジオブライト。頑張れー。赤コーナー、 185cm、 98kg、真田信久。レフリー、穂永則夫。いけよ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。組み合います。ハンマースルーをさせない。掴んだ、逆に返します。キックを打ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。ストマックへの攻撃であります。ハンマースルーをさせない。行くのか、ファイヤーマンズキャリー、あっとエルボー、ロックアップ、逆に投げてまいります。足を取ってアキレス腱であります。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。マウントポジションですね。ええ、そのままボムで叩きつけた。リング上は STF の体勢です。掴みます。この男のレスリングの下地というものは侮るわけにはまいりません。切れ味鋭いスープレックス、そして絶妙なグラウンドコントロール。この輝かしい実績は伊達じゃない。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。今強引に引っこ抜きましたね。効いてますよ。掴んだ、キックの速射砲が埋まる。足に照準を絞るのでありましょうか。
フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。あっと返します。気持ちが強いですね。いい度胸してますよ。思いっきりがいいですね。抱えます。パンチで返します。ハンマーを打ち込んでいきます。させません。フロントからのキック、パンチで返します。ウルネルソンに取ります。簡単にはいきません。膝へのキックです。腰を落とします。おっと逆に腕を取った。あっとキャッチした。強烈に叩きつける。腕を取った。腕しぎ十字固め。ブロックした。ハイキック側頭部。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。アバルス式のタックル。ああ滑りますかね。はい、抜くのか。おっと外した。この辺り挟んだ。足を取って切り返した。フロントに捉えた。引っこ抜き強烈ですよ。はい、エルボードロップ強烈。ガードした。あ、カウンター。危ない状況ですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。首根っこを掴んだ。させません。いけるか。そのまま投げていった。立たせていく。組み合った。正面から投げていった。さあ腕しぎの体勢だ。ロッププレイク。頭を掴んで、あっと逆にキック。抱えた。あっと逆にパンチ。残り試合時間5分。逆に返した。抱き起こす。おっと、Okay.